このスパ。おめでとう、シロ。はい、これ私たちみんなからのプレゼントよ。大きくて可愛いクマさんのぬいぐるみ。これ前から気になってたんだ。わざわざ実家にまで来てくれて皆さん本当にありがとうございます。シエロの家なら男性恐怖症のことも気にしないで済むしね。それにご両親も参加しやすいかと思って。と思ったのに、シエロのパパはどこに行ったの？プレゼントを用意しているんじゃないかな。やたら気合が入ってて。シルエット待たせたな。はあ。父上、この陶器は。先ほど精神統一を済ませてきた。友人に囲まれた誕生日はさぞ楽しいことだろう。だがロイエンタール家の家訓その2。成長は拳で見せるべし。そうだシルエルト、お前の拳をわしに見せてみろ。勝てばお祝いにこのもっと大きなクマのぬいぐるみをやろう。てかここまで大きいと可愛さが逆に怖いわね。いや、親子なんだし普通に渡せよ。父上、わかりました。受けて立ちます。絶対に負けませんから。シエロもその気みたいだな。ふぅ、この親にしてこの子ありか。ま、本人たちがやる気だからこれはこれでいいのか。さあかかってこいシルエット。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。父上、このスパ。